なんだこれは。これはトークンだな。まあ事件には関係ねえみたいだし、もらっておくか。ロビーでは観客の身元確認が行われている。中山さんと有沢さんも事情聴取を受けてるみてえだな。中山さん、立花さんとあなたはトラブルがあったという話もありますが。ああ、今さら隠してもしょうがないだろう。これもその一つさ。手に包帯が巻かれている。あいつは自己顕示欲が強く野心家でな、何かと俺に突っかかってくるんだ。俺は奴のやり方があまり好きじゃない。もともと俺たちは金目当てで劇団を始めたわけじゃないんだ。金目当て？昔はこうじゃなかったんです。劇団を始めた頃は質の高い芝居をお客さんみんなに見てもらいたいって劇団員全員が考えていました。ああ、あの頃はそうだったな。でも私たちの劇団が評判になってスポンサーがつき始めた頃から、劇団を取り巻く環境も劇団も変わり始めました。そう、特に奴はな。翔吾さん、劇団に金が入るにつれて奴は変わっていったよ。金儲けに特化して本来の芝居をないがしろにしてきたのも奴だ。このままじゃ劇団の将来がダメになる。そう心配したスタッフも奴のやり方に口を挟んであいつとよく口論していたよ。そしてもちろん俺もな。で、その結果がこの怪我さ。それで右手に包帯をしていたってことか。稽古中に自らの手で傷を負わせたことも忘れ、自分が主役をやると言い出しやがった。それが認められなければスポンサーに手を引かせると脅しまでかけてな。そんな奴だからこそあんな芝居をして恥ずかしくて自殺したんだろうよ。翔吾さん、そんな言い方って。他にどんな言い方があるってんだよ。稽古大口を叩いたくせにアドリブであんな演技しやがって。あいつは自分の名声のためには何でもするんだ。俺に怪我を負わせて主役を奪い、そしてお前も。でもさ、この包帯なんだか新しいみたいだけど、まるでついさっき取り替えたみたいだよね。またてめえか。中山さん、落ち着いてください。それでその包帯はどうしたんですか。さっきトイレで変えてきたんだよ。せっかく治りかけていたのに傷口が開いちまったからな。そんなにひどい怪我なのか。よし、これで事件解決に一歩近づいたぜ。劇場の舞台裏だ。
向こうには豪華なセットが立ち並ぶ舞台が見える。あれ、幕が開いてる。そうか、事件が起こったから中止になったんだな。舞台の上で中山さんとスタッフさんが話してる。よし、ちょっと話を聞いてみるか。あのさ。なんだ、またお前か。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いい？ふざけるな、邪魔なんだよ。中山さん、子供相手にそんな。なんだい坊や、聞きたいことって。うん、第一幕が終わった後の立花さんの様子ってどうだったの？立花さん、そうだな、アドリブの演技で剣を折ってしまったのがよっぽど頭にきたんだろうね。セットを蹴り上げたりしてすごい剣幕だったよ。普段から切れると手がつけられないところがあったから楽屋には近づかないようにしていたんだけど、まさかあんなことになるとは。他には？あ、そういえばあんな感じで切れた時はいつも怒鳴っていたんだけど、さっきは一言も話さずに楽屋に入っていったな。それでみんなどうしたんだろうって不思議がってたよ。それってみんなの前で声を出したらまずかったんじゃない？例えば第一幕の仮面騎士は立花さんじゃなくて他の誰かだってことはない？な、このガキ、いちいちうるせえガキだな。アドリブであんな演技をやっちまったんだ。恥ずかしくて声も出せなかったんだろ。おっかねえ。中山さんの言う通りだよ坊や。そうかな、他に騎士役ができる人いないの？え、ああ、さっきの中山さんならきっとできるよ。もともと立花さんは中山さんの代役だったからね。代役？そう、翻訳の人が怪我とかで出演できなくなった場合、代役さんが代わりに演技するんだ。ま、劇団のピンチヒッターだね。でもな。でもどうしたの？個人的なことを言っちゃうと、僕は騎士役には中山さんにやってほしかったんだよね。どうして？中山さんの演技力には定評があったからね。そうか、中山さんの演技力には定評が。しかも騎士役は中山さんが演じる予定だったのか。でも残念なことに中山さんが劇団を辞めちゃったからね。中山さんどうして辞めちゃったのかな。さあ、僕はそこまでは知らないから。そっか、どうもありがとうお兄さん。あ、それじゃね。よし、これで事件解決に一歩近づいたぜ。ロビーでは
観客の身元確認が行われている。中山さんと有沢さんも事情聴取を受けてるみてえだな。中山さん、所持品検査をさせてもらってもいいですか？いいぜ。大したもんは入ってないけどな。ガーゼに包帯、メイク道具にテープレコーダー。へえ、このテープレコーダーってタイマー付きなんですね。高木刑事、そのテープちょっと聞いてみない？そうだね。中山さん、再生してもいいですか？ああ、構わねえよ。で、本当のところどうなの？え、本当って？とぼけないでよ。新一君のことに決まってるじゃない。それは、いいから白状しちゃいなさい。ちょっとその子。中山さん、このテープの内容は？それは、そう、芝居を録音しようと思って持ってきたんだ。え？会場での録音とかってしちゃいけないんじゃないのかな？演出の妨げになるって開演の前にアナウンスがあったよ。そうだったな。でもな、やっぱりこの芝居には俺も思い入れがあるしな。悪いとは思いつつ録音しちまったんだよ。だがあいつはアドリブで剣を折っちまった。あんな芝居を見せられたら興ざめもいいところだろう。だから幕開中に録音ボタンを押して、今まで録音していた第一幕の芝居を消したんだよ。ま、あの場面で拍手が上がったことには少々驚いたがね。もういいだろ。はい、結構です。どう思う、高木くん？ちょっと聞いてるの？あの二人、恋人同士なんでしょうかね。は？いえ、なんでもないです。もうしっかりしてよね。この事件、もう一度整理してみるわよ。被害者は、この劇団の団員で騎士役だった立花篤さん。犯行現場は彼の楽屋で間違いないわね。死因は腹部を刺されたことによるショック死。死亡推定時刻は遺体の外的特徴から判断すると死後硬直も始まっていなかったから2時間以内であることはわかるわ。でも正確な死亡推定時間は鑑識からの報告を待たなくてはいけない。それを考慮に入れると、立花さんは第一幕に騎士役として出演してるから、犯行は幕間の10分間と考えられるわ。その間に犯行が可能な人物は少なくとも関係者全員にその可能性はあるよ。え？幕間中に殺されたにしては、立花さんの遺体には汗をかいた跡がなかったんだ。立花さんが一幕で騎士役として舞台に立っていたなら、それなりに汗をかくと思うんだけど。そうか、一幕が終わってから殺されたんだったら汗が引かずに死体に残ってるはずだ。それじゃあ立花さんは一体いつ殺されたの？そうなんですよね。立花さんは一幕に騎士として舞台に出ていたのに、幕間中に殺されたわけじゃないとしたら、もしかしたら騎士は違う人だったのかもしれないね。え？
そう考えれば辻褄が合うかも。でも立花さんって確か代役だったんだよね。あ、そうよ。代役ってことは翻訳がいるのよ。騎士の翻訳ってことは中山さん？その可能性はあるわ。だけど彼は一幕中ずっと席にいたのよね。もう一度現場を洗う必要があるかもしれないわね。立花さんが一幕に出ていないっていう証拠があればいいんですけどね。私は現場の方を調べてみるから、高木君はあの二人と被害者との関係を他の劇団関係者から聞き出してちょうだい。ああ、はい、わかりました。芝居の合間の矜持と思われたこの事件は、実は計画的に練り込まれた殺人だった。華やかなる急成長を遂げた劇団の奥深くにうごめく真っ黒な人間関係、あとはあの人の犯行である証拠を探し出すだけだ。セーブするかい？